タヨミレタ大きいね、うんうん、しっかりとした毛に覆われた手に鋭い眼差し、1歳9ヶ月のライオン、クレイです。ライオンがいなくなった札幌の丸山動物園は去年、旭山動物園からメスのイトと、愛媛県の戸部動物園からクレイを迎え入れました。クレイは生後20日目に戸部動物園でオスと判定されていました。しかしライオンのクレイ、オスではなくメスだったということが分かりました。こちらに来てから1ヶ月ほど観察を続ける中でですね、まあ、年齢も1歳6ヶ月を過ぎてきたんですけども、同じ年齢のオスのライオンで見られるような、明らかな、たてがみの成長が見られない。今朝会見を行った丸山動物園。よく見るとたてがみは生えていないようです。本当にオスなのか疑いを持った丸山動物園はクレイの血液を採取し、北大で遺伝子検査を実施。その結果、メスと判定されました。ご覧になっているオスメス、どっちだと思います？全然ライオンわかんないんでオスメスどっちだと思います？メスに見えます。オスはなんかたてがみがあるのかなと。戸部動物園では人工保育で育てられていたクレイ、当時は目視と触診により獣医を含む複数人で性別を判定したといいます。肛門と尿道口の間隔っていうのが、はい、メスよりオスの方がちょっと長い、まあ、その間隔比と、あと陰嚢に当たる部分のこの肌の質感ですね、この睾丸が降りてくるあたりの肌の質感が、まあ、オスの特徴を示してたということで、オスとその時判定しました。成長に伴う雌雄確認を十分に行っていなかったという反省もあるんです。あまりにやはり子が小さいうち、早いうちにですね、判定するとどんな動物でも間違うという可能性はございます。まあ何回か繰り返して、見てみるということを、あとできるのであれば遺伝子検査をやるというのが確実な判定につながるのかなと。メス2頭となった丸山動物園、園はオスとメスを両方展示することで教育的な効果が期待できるとして、クレイを今後暖かくなってから戸部動物園に戻し、新たなオスの導入を目指すとしています。